条件を飲むということだな。では今回の衣服だが、こちらに詳細な指示が書かれている。それからもう一つ、こちらも渡しておく。ウィズ魔道具店の店主より聞き込みに行った際に預かった。では今回も貴族殿の恩情に報いるよう。このスマなんでよ、なんでこうなったのよ。こんなのおかしいわよカズマ。なんでなのか俺だって知りたい。一体どこのどいつが服を盗んだんだよ。しかもまたレシピがウィズのところに届いたって。毎度親切にレシピを用意してくれるのは誰なんだ、こうなることを把握していたとなると、服を盗んだのとレシピを用意したのは同一人物なのかもしれないな。だからそれは誰なんだよ。どうして私たちにこんなことさせるのよ。まさかこのままずっと服のために働き続けろっていうの。アクアの言う通りだ。これはもうこちらが犯人を捕まえない限り永遠に続くのではないか。捕まえるって。カズマどうした。いや、犯人を探すより服を作って納品して無罪放免になる方が確実だ。今回もそれで行こう。しかし、うお、なんだユニオンか。びっくりさせないでくれ。助けてください。メグミンが、メグミンが。メグミン、メグミンがどうしたんだ。メグミンが、メグミンが小さな胸にも需要があるって言い出したんです。は？前略敬愛するお父様、私は騎士としてまた新たな困難を乗り越えました。今の私の姿を見なんだって。ですからメグミンが小さい胸にも需要があるって言い出したんです。本当に？こんな嘘なんてつきません。私も信じられないんですけど、あのめぐみんがそんなこと言うかしら。私だって信じられないけど確かなんです。コーマの里にいた頃にだってあんなこと冗談でも言ったことなかったのに。いいのか分からなくて、メグミンといつも一緒にいる皆さんなら何とかしてくれるんじゃないかと思って。落ち着けユンユン、大丈夫だ。私たちはユンユンの味方だ。味方？それにメグミンは大切な仲間だ。仲間に何かあったのなら私たちにとっても一大事だ。とりあえず詳しく話を聞かせてくれ。メグミンは一体どういう状況でそんなことを言い出したんだ。それはどこから話せば。あの、私いつものように魔道具店で、いえ宿命のライバルだという運命に導かれて今日もあの店でメグミンと出会ったんです。なるほど、いつものようにリッチーの店でメグミンを待ち伏せていたのね。そっちには構わなくていいから続けて。そっちは回り？それで今日こそ決着をつけるために勝負を申し込んだんです。どん
ような勝負がいいかってめぐみんとおしゃべりしていたら、店主さんがお茶を出してくれて、それがすごく美味しくて。勝負はどこ行った？めぐみんが何でもいいですよって言い出して、それで前にやった発育勝負の話になったんです。もしここで発育勝負なら私の勝ちよねって言ったら、めぐみんが、めぐみんが、いつものめぐみんならきっと怒って勝負してもいいですよって言うと思ったんです。それなのに、それなのに、今まで見たこともない優しい微笑みを浮かべて言ったんです。そんな勝負なんて無意味ですよ。私はこの体に誇りを持っていますから。と、本当に言ったの？はい、確かに言いました。その上、小さな胸にも需要があるって自信満々で、だから別の勝負にしましょうって言われたんですけど、私混乱してその場を飛び出してきちゃったんです。うん、気持ちはわかる。ただいま戻りました。めぐみんが帰ってきたようだな。どうしましょう。私まだ心の準備が。え、ユンユンではないですか。まさかここにいるとは思いませんでしたよ。私を置き去りにしておいてどういうつもりですか。それは、その…ああ、別にいいですよ。どこで何をしようがあなたの勝手です。ただ、勝負だと言い出しておいて内容も決めないまま逃げるのはどうかと思いますが。おかえり、ロリッコ。うわ、真正面から突っ込んでいったわね。の、ええ、ただいまです、カズマ。どうしたのです？何をそんなに驚いているのですか？いや、それは…めぐみ、カズマのこと怒らないの？なぜです？怒る理由なんてどこにもないじゃないですか。そうかしら。ところでチョムスケはどこです？いつも迎えに出てきてくれるのに。私ちょっと探してきますね。すまん、俺は今目にした光景が受け入れられない。何が起こったんだ？カズマ、私たちは確かに見てしまったのよ。めぐみんが、あのめぐみんが、ロリッコという言葉を受け入れるのを。一体めぐみんはどうしたというんだ。普段とは真逆の態度だったぞ。めぐみんは一体どうしちゃったんでしょう？なあ、アクア、俺はこの逆になってるって現象に覚えがあるんだが。あ、そうよ、これって前のラクネスと同じだわ。なるほど、欲望が逆になっているというのはこういうことか。なんてこった、今度はめぐみんが呪われちまったのか。呪いって例の黒の石板の呪いですか？前にめぐみんからすごいものを拾ったってあれこれ聞かされましたけど。ああ、めぐみんに出てる症状は石板の呪いで間違いないと思うんだけど。でもなんで腑に落ちないという顔をしてどうした？その前に呪いにかかる条件を整理しておきたいんだが。整理するほど難しくはないだろう。記述を信じるなら単純に石板を使うことだ。あと呪いには一人にしかかからないという部分も重要だな。その条件を大前提として、なんでめぐみんに呪いがかかったと思う？ダクネスの呪いが解けている状況で石板を使ったからでしょ。誰が石板を使ったんだ？めぐみんがに決まってるじゃない。
石板を使ってたのは基本的に俺だ。ダクネスが呪いにかかった時だって石板を使ったのはお前じゃないか。そう言われるとそうね。つまりカズマは呪いにかかる条件が石板を使う以外にもあると言いたいのだな。まあな。あのめぐみんの呪いは解けるんですよね。ずっとあのままというわけじゃないんですよね。安心しろ。私も呪いにかかったが今はこの通り正常に戻っている。それで呪いを解く方法というのは？心身ともに欲望を満たせばいいんだ。実際私もそれで解放されている。そうですか、よかった。安心するのは早いぜ。ダクネスの時も解除するのが大変だったんだ。思い出すな。え、一体何があったんですか？ねえ、メグミンがロリッコであることを受け入れているのは分かったけど、肝心の今の欲求って何なのかしら。自分がロリッコだってもっと認められたいの？そうなんでしょうか。さっきもロリッコって呼ばれたら喜んでいましたよね。とりあえずその路線で攻めてみるか。できればそれでパパッと解けてほしいが。チョムスケ、やっと見つけましたよ。おや、どうしたのですか？ご機嫌斜めみたいですね。ひょっとして呪われてるから警戒してるんでしょうか？メグミンがいつもと違うことを本能で感じ取っているのかもしれない。もしかしてお腹が空きましたか？ご飯食べますか？なあ、どうしちゃったんでしょう。まあまあ、そんな時もあるだろう。気にすんなよ、ロリッコ。そうですね。私はこの体型のおかげでチョムスケを抱っこしやすいので、今日は機嫌が治るまでこうしています。無駄に育ってしまったものを胸につけている人にはチョムスケを抱きしめる資格もないのです。かわいそうに。そうか、よかったな、ロリッコで。はい、私は自分の体に誇りと自信を持っていますから。カズマ、どうしました？なんでもないぞ、ロリッコ。おかしなカズマですね。そんなに褒めても何も出ませんよ。しかしこれで確信しました。何を？やはりこの大役はカズマにしか任せられないようです。この大役ってなんだよ。実は私、どうしてもやらなければならないことがありまして、カズマに力を貸してほしいのです。おう、内容次第では力を貸してやってもいい。本当ですか？ではロリッコ思想の素晴らしさを広めることに力を貸してください。発言が聞こえたんですけど。それをするにあたりカズマにお願いしたいのは。ごめん、いや。ちょっと、さっきの自分の発言をもう忘れたのですか？内容次第だって言っただろう。そんなことに力を貸せるか。そんなこと、今そんなことと言いましたか？言ったよ、だって本当のことだし。それにな、お前がいない間にこっちも大変な事態になってんだよ。例の貴族の屋敷にまた賊が入って、それが俺たちの仕業だってことにされたんだ。
で、今度も服を作れば無罪放免だってさ。そんなことになっていたんですか？というわけでお前のザレ事に付き合ってる暇はない。ですが、ロリコ思想を広めるにはぜひともカズマの力を。さて今度はどんな服を作ればいいのかな。確認しないとな。カズマ、聞いてくださいよ。次の服の内容は、恋人ができたってどういうこと？あんたが私以外の女を好きになってもいいなんて思ってるの？はい、口答えしない。すぐにその女と別れてくるという傲慢な大人っぽい服。またよくわからない指定が来たわね。なあめぐみ、最初に貴族に頼まれた服を作るときに重要なワードがどうとか言ってたよな。そんな話もしましたね。その時のワードが何か覚えてるか？教えてほしければ私の話を。じゃあいいや。なあ、アクア覚えてるか？確か嫉妬ね。おいおい、まさか7つの滞在分作れって言うんじゃないだろうな。7つの滞在？なんだそれは。詳しくは知らないんだけど、人を罪に走らせる7つの欲望や欲求、そんな意味だったような、その7つの滞在を犯すとどうなる？さあな。でもまあダメ人間になるんじゃないか、アクアみたいに。あんたね、そろそろ本気の天罰を与えるわよ。それが嫌だったら今すぐ謝罪をして、お供え物の一つでもよこしなさいな。悪かった悪かった、後でシュワシュワおごってやるから。本当？約束よ、絶対だからね。まあその7つの滞在とやらが絡んでいるかは分からんが、今はとにかく作るしかないだろう。幸いレシピはあるのだからな。そうだな、またバイトで金と素材を稼いでなんとかするぞ。また労働の日々とか、私もう嫌なんですけど。文句言うな、他に方法はないんだよ。あの、大変申し訳ないのですが、私にはやることがあるのでバイトに時間を費やせません。めぐみんもちゃんと働いてよ。私ばっかり不公平なんですけど。パーティーの危機だというのは分かっています。でも私にはやることがあるのです。ええ、やることがあるのです。ああ、やることがあってバイトなんてできませんよ。好きにさせてやったらどうだ。めぐみんの分は私のバイトを増やすことで穴埋めできるだろう。いや、それはダメだ。おいめぐみん、お前もしっかり働け。分かったな。ですからやることがあると言ってるじゃないですか。こういうことはパーティー全員でやらないとダメなんだ。分かってくれるよな、ロリッコ。もう仕方ありませんね。そこまで言われたらやるしかありませんよ。ねえめぐみ、ところでやることって何なのかしら。おっと、そうでした、危うく忘れるところでしたよ。よーし、それじゃあ早速バイトに行くぞ。じー、今わざとスルーしたな。え、してないけど。まあいいでしょう。しかし
これだけは覚えておいてください。その決断、必ずや後悔することになると。ちょっとめぐみ、どこ行くのよ。待って。あれだけ今のめぐみに怯えてたのについて行っちゃったわね。なんだかんだで仲いいんだよな、あいつら。しかしいいのか。やらなければならないこととやらが呪いを解く鍵になりそうだが。あ、そうじゃない。欲求を満たせば呪いが解けるんでしょ。だとしてもあんな思想を広めることに力を貸すなんてできるか。俺の立場ってもんを考えろ。それにやることがめぐみの欲求だって決まったわけじゃないしな。今はとりあえずバイトだ。バイト。バイトをするのは構わないが、犯人探しはどうする？犯人探し？さっきも言っただろ。こちらが犯人を捕まえない限り、事態は終わらないかもしれないぞ。ああ、それか。けどさ、服の件に加えてめぐみんが呪われたって問題もできちまったんだぜ。これ以上変なゴタゴタに巻き込まれるのは勘弁してほしいんだよ。だから犯人探しは保留だ。わかった。ここはカズマに従おう。そんじゃ行こうぜ。今回も期限があるんだ。あんまりのんびりはしてらんねえからな。
これくらい余裕だ。いい感じ。これくらい余裕だ。いい感じ。さて、魔物は追っ払ったし。どうだカズマ、モンスターの気配はまだあるか。いや、ないな。さっきので最後だったみたいだ。じゃあ今がチャンスね。さっさと回収しちゃいましょう。どれが依頼の草なの。魔構想はこれですよ。モンスターを呼び寄せる香りの草ね。名前といい本当にファンタジーだな。ファンタジー。ああ、なんでもない。またモンスターが集まってくる前に集めちまおう。ダクネスは草を入れる袋を用意しておいてくれ。ああ、これだったな。これに入れておけば匂いを封じて持ち歩けるのよね。便利なものがあるのね。くんくん。私たちにはよくわかりませんが、モンスターにはいい香りだと感じられるのでしょうか。この草の成分で香水を作ったら良い訓練になりそうだな。お前別のこと考えてるだろ。何を言っているのだ。別にモンスターに襲われたいなどとは思っていないぞ。あくまで訓練の一環として。念のため言っておくけど、魔構想をこっそり隠し持ったりするなよ。あ、その手があったか。おい、そう疑うな。仲間に危険が及ぶようなことはしたりしない。なんでモンスターが寄ってくるんだよ。ま、魔構造はちゃんとしまったはずよね。まさか袋に穴が開いてるとか。それは大丈夫です。おい、ダクネス、まさか本当にこっそり隠し持ってるんじゃ。モンスターが狙っているのは私だけではないだろう。それにデコイを使ってもお前たちの方にも向かう。だったらこれはどう説明するんだよ。もう無理、走れないわ。おい止まるな、モンスターの群れに蹂躙されるぞ。だってあのカズマ、もしかしたら魔構想の匂いが私たちの体についているのでは。袋に穴も開いていない。ダクネスのデコイにも反応しない。あと考えられる可能性はそれくらいかなと。確かに私たちは素手で積んでいたし、抱えたりもしていたな。お前ら、何？服を今すぐ脱げ。正気ですか。この生きるか死ぬかの瀬戸際で冗談なんて言うか。服を脱げば。命が助かるんだぞ。見て悲鳴を上げるな。てかお前らも早く抜けよ。ですが、こんなところで服を脱ぐなんて。そんなの私が求める恥ずかしめじゃない。いいから脱げ、命がかかってるんだぞ。わかりましたよ。でも見ないでくださいね。絶対ですよ。早くモンスターが来ちゃうかな。一体何なんだこのプレイは。私お嫁に行けません。ねえねえカズマ、何を悠長にしてるんだ。お前も早く脱げ。確かに。
めぐみん、魔法草を私によこせ。おい、何をするつもりだ。あいつらは魔法草の香りを追ってきているんだ。それならば私が全て受け取ってあいつらを引き寄せる。ゆ？うっ、却下だ却下。どうしてだ。モンスターはあの数だぞ。いくら頑丈なお前でも快楽目的の中途半端な覚悟で突っ込んだら命が危ない。こんなチャンスめったにないのに。あんたたちは本当にダメダメね。つまり体についた匂いを取っちゃえばいいんでしょ。それはそうですけど、今この状況でどうやって匂いを落とせというのですか。クリエイトウォーターで。あんな神家の水の量じゃダメね。とてもじゃないけどモンスターが来るまでにみんなの匂いを落とせないわ。だからここは水の女神アクア様の出番ってわけ。さあ行くよ。まさかお前加減しろよな。セイクリッドクリエイトウォーター。おお、これなら体中の匂いを洗い流せるな。さすがアクアです。あてに水の女神を自称していませんね。自称じゃなくて正真正銘の水の女神なのよ。モンスターはどうだ。ダメです、まだこっちに向かってきています。みんな早く体をこすって匂いを落とすんだ。やってますけど、アクア、もう少し水の量を増やせませんか。簡単よ。おお、これなら。冷たい。それに中までびしょびしょです。カズマ、そういう卑猥な目を向けるのは私だけにしておけ。卑猥な目なんてしてねえよ。カズマ、まだモンスターが向かってきてますよ。なんで。もうすっかり体の匂いは落ちてるはずだ。どうするの。水の量を増やした方がいいのかしら。あ、何。お前体の匂いを落としてないじゃん。アクアも早く落としてください。でも私は呪文を唱えてないといけないし。いいかアクア、逃げるなよ。絶対に逃げるなよ。ちょっと待って、どうしてそんな卑猥な手つきをして近づいてくるのかしら。お前が自分でできないなら俺が洗ってやるしかないだろう。いやよ、そんなこと言って女神である私の体をここぞとばかりに触りまくるつもりでしょ。擦らないと落ちない匂いなんだから必然的にそうなるだろうな。3人の方が早いし効率的だ。覚悟を決めろアクア、これも生きるためなんだ。ザクネス、メグミン助けて。パンツ1枚のセクハラ兄が逃げ出されちゃう。苦しわ。事なきを終えましたね。本当に一時はどうなるかと思った。これも全てアクアの起点のおかげだな。気がされちゃった、気がされちゃったよ。俺が触ったのは髪だけだろ。そうですよ、体は私とダクネスでやったんですから、少なくとも髪しか汚れていません。フォローになってねえよ。そうだ、今日はこのまま大衆浴場に行こう。そうすればすぐに髪の毛がれを落とせる。お前まで言うか。その後シュワシュワを飲んでもいい。
シュワシュワを飲んで全てを忘れたいということか。うん、そんな感じ。報酬か、楽しみだな。俺に何か用事でも？実はですね、あなたへの依頼がギルドに殺到して大変な騒ぎになっているんですよ。あ、なんで俺に？佐藤さんがすごい服をお作りになられると、この町だけでなくあちこちで評判になっていまして、そんなにいいものならぜひ作ってもらいたいと依頼と注文が殺到しているんです。いかがでしょうか佐藤さん。もちろんお仕事ということなので報酬もそれなりに出るとのことですが。報酬が出るなら受けてもいいかな。でも全ては無理かもしれませんよ。はい、それで問題ありません。今日は新商品を入荷しているぞ。今日は何がご入り用かな？Thank you.
今日は何がご入りを。今後もヨシナに頼むぞ。今日は何がご入り用かな。今日は何が。今後もヨシナに頼むぞ。ガズマ、おぶってもう一歩も歩けないんですけど。もう足が棒みたいになってるの。女神である私をこんな目に遭わせて申し訳ないって思わないの。これっぽちも思わないね。おい、お前ら道の真ん中で何やってんだよ。かなり目立ってるぞ。まあいつものことだけどな。なんだ、ダストにキースか。うわ、死にそうな顔してんな。そんなに疲れてんのか。まあな。ちょっと同情するぜ。あの変態貴族に絡まれたんじゃ正直生きた心地がしないだろう。なんだよ、俺たちに難癖つけてきてる貴族のこと知ってるのか。知ってるも何もめちゃくちゃ有名だろう。悪い意味だけどよ。なあ、その貴族ってどういう人間なんだ。まあ一言で言えば物欲の塊だな。自分の気に入ったもの、欲しいものはどんな手段を使ってでも手に入れるらしいぜ。有名なところだと石板事件か。数年前か、なんか特殊な石板を搾取したらしいんだ。ああ、あれか、なんか持ち主を極刑に追い込んだってやつ。どんな理由があったか知らないけど、まあ理不尽だよな。そうなのか。しかしカズマって、あのロリッコの件といい、なんでこうもトラブルに巻き込まれるかね。おい、ちょっと待て、そのロリッコの件ってなんだよ。なんだ、知らないのか。あの子最近おかしいって噂になってるぞ。あ、いや、もともとおかしいんだけど、ますます変だって。その話ちょっと詳しく。なんでも町の人を手当たり次第に勧誘しているらしい。勧誘なの。いや、そこまでは。実際に勧誘されたやつも詳しくは言いたくないって口をつぐむんだよ。ねえカズマ、それってもしかして呪いと関係あるんじゃないの。ああ、その呪いの噂も聞いたぜ。お前いつも厄介事に巻き込まれてんな。しかしカズマが呪われたらどうなるのか見てみたいもんだぜ。何しろ欲望の塊じゃん。うるせえよ、お前に言われたくねえよ。まあ何か手伝えることがあったら言ってくれ。もちろん金以外で。大丈夫だ、もともとお前らに期待してない。ひってえな。それじゃ無理しない程度に頑張れよ。ねえカズマ、前に言ってたメグミンのやることがその勧誘なのかしら。わからんが、あいつは何をしようとしてるんだ。あ、カズマさん。ユンユン、どうした。なんだ、めぐみん絡みだってことは想像がつくが。はい、そのめぐみんが私を変な同盟に勧誘してくるんです。それで困っていて。ねえユンユン、誘われてる同盟ってどういうものなのかしら。
ユンユンに声をかけるくらいだ。どうせいつもの爆裂魔法絡みだろ。それが違うんです。そうなんです、爆裂魔法に関連する同盟なら私に声をかけるのも納得できるんです。でもでもおかしいんです、だって私胸が大きいじゃないですか。ごめん、胸がなんだって。だから私胸が大きいからおかしいんです。ユンユンの大きい胸がおかしい？そうではなくてですね、大きな胸の私に声をかけてくるのがおかしいんです。大きな胸のユンユンに？はい、大きな胸の私にです。ちょっとあんた、そういうセクハラはどうかと思うわよ。セクハラじゃねえよ、確認してるだけだ。それで、大きな胸のユンユンが誘われるのはおかしいっていうめぐみんの同盟って何なんだ？まだ立ち上げようとしている段階みたいなんですけど、ロリータ同盟っていうものなんです。少女のような体型とそれを志向する者の地位向上とコミュニティ設立が主な目的だって言ってました。あのロリッコ、本気でロリッコ思想を世に広める気か。私はその同盟の趣旨といろいろな意味で逆だから勧誘されるのはおかしいんです。だな、めぐみんのやつきっと何かよからぬことを考えているに違いない。よからぬこととは失礼な。めぐみ探しましたよ、ユンユン。そしてこの場にカズマまでいるとは、これはまさに運命。運命じゃなくて偶然だ。それより話は聞いたぞ、ロリータ同盟だって。どんなよからぬことを企んでるんだ。よからぬことなんて考えていませんよ。ユンユンには我がロリータ同盟の普及活動を手伝ってもらいたいだけです。同盟の趣旨と反対のユンユンにか？反対だからこそいいのですよ。大きな胸がいかに無駄なものかをユンユンをサンプルとして使い、世間に周知させるのです。何それ、 ひどいよめぐみ。その無駄に育った胸を有効利用してあげるのです。逆に感謝してほしいくらいですよ。できるわけないでしょ。そしてカズマ、なんだよ。ぜひあなたをロリータ同盟の幹部として迎え入れたいのです。よし帰るか。ちょっと話くらい聞いてくださいよ。フォルスバー。ただいま。おかえり。ああ、ユンユンもいるのか。急にお邪魔しちゃってすみません。謝る必要なんてない、ゆっくりしていってくれ。カズマ、私の話を聞いてください。きっとカズマも我が同盟に協力する気になるはずです。同盟？何の話だ？めぐみんがロリータ同盟というのを立ち上げようとしてるんです。なるほど、呪いの影響か。それでカズマをその同盟の幹部にしたくて説得してるってわけ。そういうことか、納得だ。おいそこ、なんで納得するんだよ。カズマ、少しくらい耳を貸してくれてもいいじゃないですか。めぐみ、ダメだよ、迷惑かけちゃ。それにそんな変な同盟はやめた方がいいよ。ちょっとだけ、ちょっとだけでいいですから。ちょっと無視しないでよ。カズマ、少しでいいですから話を聞いてください。ねえ、なんで無視するの？だってユンユン大きいじゃないですか。そんな理由？
ユンユンの価値は大きな胸の使えなさを広める実例になれることくらいです。本当にひどいよ。ですがカズマは違います。我が同盟の素晴らしさを歌う伝道師となってくれることでしょう。さあカズマ、私と共に新たな価値観を世界に広めようではありませんか。さあさあカズマ。お前な、俺まで利用する気なのか。利用ではありません。カズマはユンユンとは違います。ユンユンについては否定しないのか。友達を利用するって人としてどうなんだ。私はカズマが持つ少女への深い愛情を我が同盟のために役立ててほしいのです。人をロリコンみたいに言うな。私だけではなく、メグミンまでもあの獣のような目で見ていたのか。見てねえ。ロリニート。だから違う。いいえ、違いません。お前だ。いいんですよカズマ、我が同盟ではあなたの愛こそが称えられるべきものなのですから。そして想像してみてください。カズマが胸の奥にしまい込んだその愛が世界を覆い尽くすことを。いや、俺にそんな趣味ないし。ねえねえめぐみ、何ですか。その熱い思いを広めるには街頭で訴えるのが一番だと思うの。そうすればあなたの思いに心打たれた人々が自然に集まってくれるわ。その中にはきっとカズマを超えるような熱意を持つ人もいる。その人を幹部に迎えるのも悪くないでしょ。おー、そういう手もありましたか。きっとカズマも仲間ができれば引き受けてくれますよね。めぐみ、そんなことしたら町の人たちに変な目で見られるようになっちゃうよ。構いません。それは一時のこと。やがては我が同盟の思想が世間一般に受け入れられていくのですから。おいカズマ、放っておいていいのか。ちょっと様子を見よう。演説ってのはありかもしれないからな。何？今メグミンの中にある熱い思いをメグミン自身の言葉で世間に広めて受け入れられれば、呪いで過剰になったメグミンの欲求が満たされるかもしれないだろう。そうか、それはありえるな。けど呪いは心身ともに満たされなきゃならないんだよな。演説で満たされるのは心だけだからな。おい、アクア、今日は余計なことをするなよ。
損撃機、損撃機ダグ。よし、最後の仕上げだぞ、めぐみ。今日のクエストはリザードランナー討伐ね。前と同じ作戦で行くわけ？なわけないだろ。あの時俺は死んだんだぞ、どっかのやらかし女神のせいで。そんな過去のことは忘れましょう。私たちは常に前を向いて生きていくべきなのよ。はあ？そんな、そんな過去だってか。二人とものんびり話してる時間はありませんよ。早く作戦を決めよう。今この瞬間にもリザードランナーが現れるかもしれない。あ、ねえ、私にいい考えがあるんだけど。却下。早すぎでしょ。せめて聞いてから判断しなさいよ。わかったよ、ほら言ってみろ。あのね、落とし穴作戦はどうかなって思うの。落とし穴ですか？ええ、あらかじめ大きな落とし穴を掘っておいて誘導して落としちゃえば、あとはどうとでもなりそうじゃない？悪くないな、アクアにしちゃ上出来だ。しかし、今から落とし穴を用意するのか？そんな時間はないぞ。それもちゃんと考えてるわ。めぐみんの爆裂魔法でドーンと一発ね、簡単でしょ。そんなことに我が究極奥義を使えというのですか？まあまあいいじゃない、いつもの1日1爆裂をここでやると思えば。頼むめぐみ、お前にしかできないことだ、この通り。そうですね、コズモ。いえ、仲間に頭を下げられておいて断っては冒険者の苔に関わります。引き受けましょう。サンキュー。じゃあ落とし穴作戦で決定だ。メグミンが爆裂魔法で落とし穴を作り、そこにリザードランナーを誘導する。誘導する際のおとりは任せてもらおう。頼むわ。俺も損撃機で援護する。赤は全体の支援だ。任されたわ。よし、早速やってくれめぐみん。了解です。エクスプロージョン。いやー、うまくいったな。こんなにうまくいくとは思わなかったな。そうね、さすが私の考えた作戦よね。本当うまくいきすぎて驚きだわ。ここまでカズがいるなんて聞いてないぞ。私だって聞いてないわよ。すごいな、まさかこの穴が埋まるほどに集まるとは。なんで興奮してんだよお前。ここに落ちたらもみくちゃにされて。やめろ、シャレにならん。しかしな、どうするよこれ。カズマが地道に狙撃で倒せばいいんじゃない？無茶言うな、そもそも矢の数が足りない。私が穴に入って。だからやめろ、マジで死ぬぞ。やっぱり確実なのは爆裂魔法だな。ここにもう一発撃ってもらうか。俺のドレインタッチでお前の魔力をめぐみに移す。やっぱり魔力を吸われるのってあまり気持ちのいいものじゃないんだけど。いいから吸わせろ、さっさと吸わせろ。今のセクハラなんじゃないかしら。違うわ。ダグネス、あっちで倒れてるめぐみを連れてきてくれ。わかった。そんじゃあ行くぞ。あ、この感覚久しぶりです。来てます来てます来てますよ。あのめぐみん、
だかしら。もうちょっと、もうちょっとお願いします。いい感じです。カズマ。なんだ。敵が穴から這い出ようとしている。は？めぐみ、もう十分よね。ほら早くやっちゃって。待ってください。まだいいから撃て。もうどうなっても知りませんからね。エクスプロージョン。あら、分かりきっていた未来、必然の不発。かっこよく決めてる場合か！お前ら逃げろ！ちょっとカズマさん、置いていかないでよ！本州、本州、楽しみですね。こうしていると思い出すよ。なんだ、お前も貧乏時代があったのか。貧乏？何のことだ。いや、なんでもない。それで何を思い出すって。ここでカズマに声をかけてパーティーに入れてもらった時のことだ。パーティーに入れてもらった。さて何のことか。まさか私はまだ正式に加入を許可されていないのか。冗談だよ。それよりもその肉食わないならくれよ。ああ、構わないぞ。ああ、最初に声かけられた時はお前にドキドキしたんだよな。なぜだ。お前って見た目は抜群にいいじゃん。そんなことはないだろう。それが蓋を開けてみれば中身はとんでもないド変態。なんで俺にはこんなハズレばっかり近づいてくるんだよ。女をハズレ扱いするとは、さすがカズマ。そういうところには私もドキドキさせられっぱなしだぞ。しかしお前はどこまで成長し続けるんだろうな。私はお前をすでに完成されたゲス男だと思っていたんだ。それがどこにそんな伸びしろを隠していたのか、それとも飽くなき向上心の賜物なのか、今もまだ鬼畜っぷりに磨きをかけ続けている。将来私がどんな恥ずかしめを受けるのか、それを考えただけで私は。間髪入れずにその蔑むような視線、さすが抜かりないな。なあダクネス、いや何でもないよ。お前はそのままでいいや。思わせぶりな態度を見せるだけとは、これも一種の放置プレイなのか。さすがという他はないな。ああもういいや。
いらっしゃいませ。何も本日入荷している商品はこちらです。ご入り用ですか？またどうぞ。おいアクア、今日のお前の役割は分かっているな。アクア、寸劇。よし、報酬を見てみましょう。散歩をしてただけだよ。ウィズこそ墓地に何か用事でもあるのか？用事というほどではないんですけど、さまよっている方々の魂が心配になって、時々こうして見に来てしまうんです。そういえばウィズに初めて会ったのってこの墓地だったっけ？それほど月日は経っていないのに、とても昔のように感じますね。俺たちすげえ濃い生活を送ってるからな。命がけで機動要塞デストロイヤーを止めたと思ったら、国家転覆罪で極刑を言い渡されて。なんか知らないけど魔王軍の幹部ともやり合ってるしな。普通の冒険者が一生かけてするかしないかの経験を短い期間で経験していますよね。もうなんなのこの冒険者人生。泣きたい。そんな落ち込まないでください。きっとこれからいいことがたくさんありますから。本当に本当にそう思ってる？アクアがずっと隣にいるんだぞ。思っていますよ。とにかくですね、下ばかり向いていてはいけないと思うんです。嫌なことがあった時こそ上を向くべきかと。じゃあ前向きになれるようなことしてくれよ。はい、構いませんよ。でも何をしたらいいんでしょう？そうだな、無難なところで褒めるとか。確かに気持ちというのは大切ですからね。でも私が褒めて効果があるんでしょうか？大丈夫大丈夫、アクアの100倍は効果があるから。そうですか。それでは褒めさせていただきますね。よろしくお願いします。もしかして褒められるようなところがないのかな？そんなこともありませんよ。ですね、そうです、優しいです。いらっしゃい。今日は何がご入り用かな？
今日は何が今後もヨシナに頼むぞ。高層の付近、しかしこりゃ大量だな、うん、よしこれで最後だ。そろそろ本州楽しみですね。それじゃよろしくお願いします。ええ、こちらこそ。あ、セナさん、私これからお昼休憩なんですけど、ご飯でもどうですか？もうそんな時間ですか？ではご一緒させていただきます。あら、お疲れ様です、佐藤さん。あ、どうも。佐藤さん、ここで何を？ブラブラしてただけですよ。そんな危険人物を見るような目しないでください。おっと、失礼しました。ついいつもの癖で。どうかしましたか、佐藤さん？二人って結構仲がいいのかなって思いまして。冒険者の皆さんは血の気の多い方がほとんどでしょ。どこそこを破壊したとか、誰それを殴ったとか、そういったトラブルを起こしやすいんです。そうした報告をギルドから受けて対処するのが私の役目なんです。そうそう、悪質なセクハラ行為が報告された時も私のところに報告が来ますので、十分にご注意。あ、はい。では行きましょうか。あ、ええ、それでは失礼します。本日入荷している商品はこちらです。何がご入り用ですか？またのご来店をお待ちしています。カエル退治に行くぞ。よっしゃ、ガンガン行くぞお前ら。最後の仕上げだ、やっちまえめぐみ。行きたくないって言った。
加減に泣きやめって。ここまで来ちまったんだから引き返せないだろ。アクは大丈夫だ。万が一の際は私が守ってやる。できれば私のことも守ってもらえると大変に嬉しいのですが。ああ任せておけ。そういう時のための私だからな。そんじゃ作戦を立てるぞ。といってもやれることは少ないし、いつも通りだけどな。今回ギルドから指定されている標的は街の周辺をうろついているジャイアントトードだ。カエル。基本鎧を着ているダクネスがおとりになって足止めし、俺が狙撃する。もし敵を誘導できそうなら一箇所に集めてメグミンの魔法で一網打尽にする。一応いつでも撃てるようにしておいてくれ。わかりました。アクアは余計なことをするな。いいな。じゃあ帰っていいかしら。ああいいだろう。ただし一人離れたところでカエルに襲われても俺は助けに行かないから、そのつもりで。わかったわよ。カズマ、一つ試したいことがあるのだが。試したいこと？なんだよ。鎧を脱いでおとりになりたい。あのカエルは金属を嫌うから、鎧を着ているダクネスなら食べられても大丈夫なんでしょ。あ、その通りだ。しかし鎧のない状態で食われた時の対処方法を考えておきたい。そのためにも経験が必要だ。ただ食われてみたいだけだろ。経験が必要なんだ。じゃあ食われて何がわかるんだよ。それは、その、例えば。そうだ、カエルの顎の強度や皮膚の頑丈さを確かめるのだ。私の力でどの程度なら抵抗できるかは重要だ。お前、素手でカエルの顎を引き裂く気か。でも、ダクネスならできそうじゃない？力もあるし。想像してしまいました。そこまでするつもりはない。あとアクア、その言い方は少し、その乙女としては。え、何？いや、とにかくだ。何事も経験だ。今後のためにも試させてほしい。けどな。私は試してみてもいいと思うわ。何か新しい発見があるかもしれないわよ。見つけるべきではなかった発見になりそうな気がひしひしとするんだが。このスバ！来た！来ましたよ！ダクネス、カズマ！カエルが一匹こっちへ向かってきてます！なあ、本当にやるのか？もちろんだとも。では、行ってくるよ。さあ、かかってこい！私はここだ！これがカエルの感触。どうするんですか、カズマ。ダクネス、本当に食べられちゃいましたよ。ああ、とりあえず今は放置かな。でも飲み込まれたら。それにダクネスだって今頃後悔して。それは大丈夫だろう。このぬめる感触、期待以上だ。予想以上に喜んでます！なんてあの粘液の中で笑顔でいられるの。なあ、カズマ。なんだよ。このまま飲まれたらどうなるか試してみてもいいか。な、
それはまずいんじゃ。どうせダメだって言ってもやるんだろう。だったらとっとと終わらせてくれ。では許しも出たことだし、徐々に飲まれていくこのヌルヌルした感触も。呼吸ができなくなってしまいます。そうよ、いくらダクネスでも呼吸ができなくなった状態では抵抗する力が弱まるわ。これは予想以上にいいな。どれ、もう一度最初から。よいしょっと。え、自力で出てきたんですけど。ああ、ぬるぬる。これはどうかしたんですか。こいつ、飲まれることに抵抗すると舌で舐め回してくるぞ。あ、そうなの。あ、舌でベロベロされてる。あの、カズマ、私はどうすれば。私、心の底から帰りたいんですけど。それは俺も一緒だ。でもあいつを放っておくわけにいかないだろ。だったらもう倒しちゃいなさいよ。そこでそう攻めてくるか。そうですね、ずっと見ていたらトラウマになりそうですし。こう抵抗するとそうくるのか。確かにそうだな。ね、粘液が体中に。お前はさっきからうるさいわ。少し黙ってろ。カズマ、それはそれで怖いですよ。咀嚼されるダクネスを想像してみなさいな。確かに夢に出てきそうな絵面だな。さて、そろそろ本番と行くか。おい、何をするつもりだ。飲まれる。ですから、飲まれたら呼吸が。そうよ、カエルの中で呼吸をしようとすると粘液が喉に入ってくるのよ。体内にまで粘液が。お前期待してんじゃねえよ。てかそれをわざとやったらうちのパーティーから追い出すからな。それは困る。だったら普通に飲まれるだけにしておけ。普通に飲まれるってどういう状況ですか。俺が知るか。ダクネス、抵抗する力は残ってるのかしら。もし疲れてるならヒールするけれど。大丈夫だ。おい、今何を考えた。まさか体力ギリギリでカエルの中の感触を楽しもうなんて思ってるんじゃないだろうな。私だってバカじゃない。そんなことをするか。では行ってくる。とりあえず10秒待つ。出てきた。ダクネス、もしかして限界なんですか。それならそうと言ってくださいね。どういうことだ。こいつ、私を吐き出そうとしているぞ。願ったりかなったりじゃない。ほら、早くペッてされちゃいなさいよ。その言い方は女として傷つくぞ。もうもう、そんなことはいいから早く。そうですよ、早くペッてされてください。せめ
てあと1回飲まれてから。しかしこいつ吐き出そうとして。ああなるほど、硬いんだな。何？硬いからカエルも食いたくないんだろう。何をバカなことを。私は生身だぞ。だからその生身が硬いんだろう。もしくは変な味がするか。変な味？いやその両方か。硬くて変な味がする女ダクネス。さすがカズマ、この状況でその攻めくは予想外。しかしちょっと傷ついたぞ。だが悔しいかな。それがいい。さてそろそろ倒すか。そうですね。来るんじゃなかったわ。本州本州楽しみですね。鍛冶屋に用事なんてチュンチュン丸にもう飽きたのか。その名前で呼ぶのはやめろ。あと武器を買いに来たわけじゃねえよ。だったら何しに。鍛冶スキルでお前の鎧とか直すときにそのものの構造を知ってると機能的に直せるんだよ。なるほど、勉強に来たというわけだな。そんな大層なもんじゃないって。鍛冶スキルか。先日は私も助けられたな。カズマのおかげで心置きなく皆を守ることができるというものだ。それだけ聞くとクルセイダーらしくてすごく頼もしいセリフなんだよな。これからも敵の的、いや盾として期待してくれカズマ。あのな、直すのだって簡単じゃないんだから、少しは避けることも覚えてくれ。何を言うんだ。私がかわした攻撃が仲間に命中したらどうする。敵の攻撃は全て我が身で食い止める。それが私のクルセイダーとしての心構えだ。そういえばお前って盾を持たないのか。確かに盾を持てば防御力が上がるのだろうが。硬さだけが取り柄なんだし、長所を伸ばすって意味で盾を持てよ。それは褒めているのかけなしているのかどっちなんだ。盾役に硬いってのは最高の褒め言葉だ。それはそうなのだが、女性としては体は柔らかいけどスキルで硬い、これでいいか。体が柔らかい、それはどこを指して言っている。おいカズマ、この鎧を見てくれ。おお、いかにもクルセイダーらしい鎧だな。めちゃくちゃ防御力が高そうだな。それもあるが、この洗練されたデザインが聖騎士感を出していてとてもいい。私もいつかはこういう鎧を着たいものだ。そして脱がされたいと。カズマ、お前はバカか。脱がされるのではなく破壊をされた方がいいに決まっているだろう。いきなり全てを破壊するのはダメだぞ。こう少しずつまるでなぶるように。